首都、首都とは、一国の中心となる都市のことを指す。ほとんどの場合にはその国の中央政府が所在し、国家元首等の国の最高指導者が拠点とする都市のことである。ただ、場合によっては、中央政府の所在とは別に、その国のシンボル的存在として認められている都市が、首都とされることもある。主府、国都都などとも呼ばれ、また、定政国家や王政国家の場合は、 帝と、王と等の章がある。首は頭、遠首、神戸、神、上位、主座、金目、頭、先駆け卒、長,長などの意。とは都、天使の宮城のある主婦を表す。集大の行政上の区画では、君主の葬病のある場所を、と、突と言い、ない場所を言うと呼んだ。とは寄せ合わせのこらず集める意。総比文、五路千二分。 一とため二十一州慶は都、低と切り立った高い場所、丘、高い、多い、クジラ、クジライコール慶などの意。慶氏は、天使のいます都、慶は、大、氏は、州大衆のおるところの意。春秋世十三、皇女慶氏。京都は、進むの時代、慶王の意味がを避けて、京氏を京都としたことによる、義士分定期、人情王公を京都。 都を首に例える聖語には、首よ行ゆきくがあり、漢女、樹林伝女に、故郷家の行なり、剣首前時計師、はじめとある。英語キャピタルの語源は、ラテン語カパートであり、陰謀語の、唐あるいは、牛の唐を表す。キャピタルは、資本とも翻訳される。メトロポリスはギリシャ語で、母としのい、ミター、母ポリス、とし。日本では、K、ー、クなどと表記され、 幕末から戦前にかけては、帝都、戦後は、首都と呼称することが多い。帝都の軸は、幕末期の文書、千中八作に登場している。漢字検定テキストなどによっては、首都は、首都の古字、御用とされている。ただし、主は君、君主国家の元首や主、主、家長、司、葛辱り、再守り、守るすべる、両人、神や、神霊の宿るところ、 神などを表す意であり、帝都を首都と表記しても、時義的には、誤りではないと解することもできる。また、国の首都とは別に、その地域の主だった都市、プライメートシティを指して、首都と記述することがある。例、ドイツのバイエルンの首都であるミュンヘン。都ではなくその地域での主だった村、ユーという意味で、主有、主、ユーとの表現がある。日本のキリスト教では、 首都を関する会派がある。首都の他に、首都圏という用語もある。首都は一つの都市であるのに対して、首都圏は、首都とその周辺に広がる都市の群、すなわち、県域、都市圏を指す。いわば、首都は点であるのに対して、首都圏は面であることになる。首都圏を一個の地方行政区分とする例、フィリピンのマニラ首都圏、インドのデリー首都圏もあれば、 日本のように一部の法律に定義される程度の事例まで存在する。また、中国の北京市など、首都の地方行政区分の区域を広げる例もある。日本の首都について、直接定める法令はないが、日本の現状や様々な理由から東京あるいは東京都と,とされる。東京都からは、衆議院国会等の移転に関する特別委員会に対して、 日本の首都の定義に関する質問を何度か行っている。首都の位置を憲法や法令で明示的に記述している国も存在する。例えばドイツ連邦共和国は憲法や法律により首都を具体的に指定しており、ドイツ連邦共和国基本法第22条1ドイツ連邦共和の首都はベルリンドイツ連邦法務省のサイトよりと明記する。また、 逆に法廷の首都を持たない国も存在する。例えば、イギリスや日本は、首都の地位を明示する方が存在しない。しかし、アメリカ合衆国のように首都の具体的な地域は、指定しないが1790年の合衆国首都設置法は、首都の位置をワシントン DC と明示していたり、オランダやボリビア、タンザニアなどのように、法的に定められている首都と実際に、 首都機能が置かれている都市が違う場合もある。首都と呼べる都市を複数持つ国もある。現在日本でも首都が地震や災害などで機能しなくなることを防ぐため、首都機能をバックアップするために近畿圏に副首都を設置、整備する副首都構想がある。古代の東アジアでは中国の唐が長安トラ陽と大元の三都制、後には 王将と生徒を加えた後、都政となるを採用しており、さらに、日本、天武朝など、や牧会などの諸国がそれを模倣したように、副都政が広く行われた。この類型の中には、首都が移動するという場合もある。副都政をとっていた、党も、実質的には、長安が第一首都、生徒であって、その他の党は、名目上、副都に留まっていが、時には、皇帝は、長安を離れて、 楽洋に移動し、校舎が生徒としての機能を果たすこともあった。鎌倉時代後期、江戸時代の日本でも、首都機能が分散されており、名目上の首都、天皇のいる系と、行政機関所在地、幕府のある江戸とが別々に置かれていた。三権分立の観点から、国家の中枢機能を複数の都市に分割している国がある。稀な例であるが、時期によって、 首都を移動させる国もある。王国では、王宮所在地と首都が一致しないことがある。稀な事例ではあるが、首都と実権を握る国家元首の常住地が異なっている場合もある。憲法や法律で首都を規定している国家では、憲法や法律で規定された名目上の首都と国家機関が集中する事実上の首都が異なる例が存在する。戦闘宣言したにもかかわらず、 新首都に国家機関の移転が進まず、実際の首都機能の大半が未だ旧首都にとどまっている事例もある。それとは逆に、新たな都市を建設して、首都機能の主要部分を移転するという事例もある。この場合、選都は宣言されない。また、法的な首都の方にも首都機能の一部は残ることになる。政治的な事情により、 事実上の首都と形式上の首都が異なる国もある。極端な場合、実際には統治していない場所を政治的理由から首都と主張することもある。事実上の首都は臨時首都などの名称で呼ばれることもある。これも政治的な事情により、事実上の首都が国際的には認知されていないという場合もある。都市国家については、 一つの都市が主権を持ち国家となっているため、国家と都市と首都が同義である。シンガポール、モナコがその事例であり、前者は首都シンガポール市がそのまま、シンガポールという国家、モナコは首都モナコ市がそのまま、モナコ公国という国家になっている。こうした国家では、地方自治体が存在しない。面積の小さなミニ国家では、首都が存在しない場合もある。首都は、 国政の中心として、交通の便が良い場所が選定されることが多い。従って、首都と国家内最大都市は、必ずしも一致しない。首都が最大都市かつ、経済の中心地である国、例、日本、韓国、北朝鮮、フランス、ロシア連邦、イギリスなどもあれば、首都と最大都市、もしくは、経済、行政中心地、憲法上の首都が異なる国もある。 外国大使館は基本的に首都に置かれるが、イスラエルのように承認にかかる事情から外の都市に置かれる例もある。また、政治の中心地と経済の中心地、その国の最大都市であることが多いを分離する場合もある。パキスタン最大の都市から地、旧首都は人口1200万人を超える、非公式推計では2000万人にするとも言われるが、首都イスラマバードは 人口80万人程度であるという極端な例もある。これらの中には、それまで政治中枢と経済中枢を兼ねていた首都が過密になりすぎ、また一極集中の弊害も無視できなくなったために、別の場所に新都市を建設して遷都したという例もある。一時期のみ異なっていた例も含めている。以下、首都とある都市はすべてその国の政治中枢である。一般に、 首都は紙土になりやすい。これは国家機関、日本でいうところの国会議事堂、中央省庁、最高裁判所が置かれているために国家機関の周りに企業が密集するためである。このように本来首都は政治と行政の中心地であるが経済の中心地になることも珍しくない。例、東京特別区、パリ、バンコク、ソウル。こういう経過に至った国家では 首都を移転すること、セントによって、経済の中心地ではない都市を新しく、首都に選定することもある。ただし、ブラジリア、ブラジルやキャンベラ、オーストラリアのように、何もない原野などに、国家機関だけを建設した場合は、この限りではない。ベリーズの首都であるベルモパに至っては、人口が1万人程度である。政治の中心地であるので、 政界などではしばしばその国の中央政府を指すのに、首都名を使う。例えば、ワシントンはアメリカ政府を指し、北京は中国政府を指す。一市単独で、広域自治体、県や州を構成する市は、特別市と称される。特に首都は過密化しやすい点から、特別市となっているところが多い。また、首都以外でも、首都にごする過密都市、大抵は一つは、 特別市とされるところもある。一方で、首都であっても、国内の他の主要都市同様、上位の広域自治体の管轄区域内に含まれる、ケースも少なからず見られる。例えば、カナダの場合は、連邦政府の直轄行政地区が存在せず、同国の首都オタワは、行政上オンタリオ州内の一都市としての位置づけで、ある。また、イタリアの首都ローマは、ローマ県、 およびその上位地方行政区画である、ラツヨ州の区域にそれぞれ属し、同時にその県と並びに、州都でもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。